アロハ、ハワイのタミーです。今回の動画は猛暑の夏にダーリンと北海道旅した2日目のパート2、小樽と札幌 B ログです。小樽の街を人力車で楽しんだ後、二神御殿、小樽貴賓館に行きました。入り口を入ったところに立派な松の木がありますが、北海道で松の木はとても珍しいそうです。こちらはニシンが産んでくれた富で、大正6年から6年半余りかけて建てられた別荘、旧青山邸です。現在の価格で総工費30億円とも言われる豪邸です。季節ごとに綺麗な花を楽しめます。春には樹齢100年の桜、5月から6月にはボタンにシャクナゲ、5月から7月はツツジに芭蕉、7月はアジサイ、そして8月はユリ、9月から10月はモミジ、12月から3月は雪化粧を楽しめます。たくさんのアジサイが咲くお庭はフォトスポットです。古い日本建築とアジサイの花はお似合いです。水に浮かべたアジサイの花もとても綺麗でした。しばらく美しいアジサイの花をお楽しみください。ではゴージャスな旧青山邸に入りましょう。入ってびっくり、天井がキラキラで眩しいくらい。よく見ると美しい花の絵が描かれています。ここまでは無料。この先の旧青山邸内に入るには入館料を払います。まず迎えてくれたのは美しい日本庭園、石、砂、松の緑、そして邸宅の黒が美しく目を奪われます。貴賓館にはレストランもあります。おすすめは北海道の可愛い鳥、シマエナガの形をしたおまんじゅう付きの抹茶セット。売店でニシン御殿のお土産にニシンの甘露煮買いました。売店を出たら外は豪雨。人力車ツアー午前中に変更してよかったわ。美しいアジサイのお庭で写真も撮れてラッキーでした。ニシン御殿へは小樽駅から車で10分、バスでは20分プラス徒歩5分で行かれます。小樽の町に戻って行きたかった和菓子屋さんでお茶します。小樽で花園団子が名物の和菓子屋さん、新倉屋さんです。お店は明るく広く、たくさんの和菓子が並んでいました。こちらが名物花園団子、1本110円のお手頃価格です。種類は5種類、黒あん、白あん、抹茶あん、ごまに醤油。店内にはイートインスペースもあります。私たちは醤油とごまの花園団子に水羊羹、そして抹茶をいただきました。お店の人気ナンバーワンはどら焼き、友達はどら焼きアイスクリーム、みんな美味しかったです。お土産に日持ちする花園団子とくるみ餅のごまと醤油を買いました。小樽を満喫したので札幌の白い恋人パークに行きました。白い恋人は札幌で有名なラングド社にホワイトチョコレートが挟んであるとっても美味しいお菓子です。ディナーの予約があったので、私たちは美しいガーデンとショップだけを1時間300円の駐車料金で楽しみました。ヨーロピアンスタイルの時計台は白い恋人パークのシンボルです。バラが綺麗に咲いていました。パーク内にはいろんなところにフォトスポットがあります。インスタ映えする写真がたくさん撮れちゃいますよ。バラだけでなく、いろいろなお花が綺麗に咲いていました。噴水には可愛いカバの親子が水浴びをしていました。水辺は涼しいので一休みしてホテルに戻りました。白い恋人のお菓子は千歳空港でも買えますよ。ディナーはセンチュリーロイヤルホテルのフレンチレストランロンドで、
このレストランは大きな窓から札幌市内の景色を楽しみながら食事ができます。しかも回転式なのでゆっくり景色が動くんです。私たちはフラノディナーのコースをいただきました。まずはノンアルコールのシャンパンで乾杯。フラノの食材を使ったコース料理です。紫芋のムースとストロベリーのピクルス、シャンパングラス越しの美しいサンセット。こちらは冷製のプティポタージュ、黒トリュフの香り。続いてスイートコーンとカニ味噌風味のテリーヌ、海の幸のマリネキャビア、スイカのベール。そしてパン、こちらはコンソメロワイヤル、フラノ産豚肉のラグーをリオネーズソースで、金箔とメロンの泡。お魚を枝豆のピューレとミニトマトのアクセントで、七つ星ライスとほうれん草のリゾット。どの料理も美しくて美味しい。富良野第一和牛を使った一皿、最高でした。食事をしている間に景色は変わり、美しい札幌の夜景を楽しめます。私たちはカップルテーブルをリクエストしたので、二人だけのプライベート空間で素晴らしい景色を眺めながらゆっくり食事ができました。デザートはメロンのスープ仕立て、バニラアイスとスイカ添え、そしてお菓子とオーガニックコーヒー。残念ながらこちらのレストランロンド、営業を終了しています。素晴らしい食事と夜景が楽しめたので、良い思い出になりました。ここからはおまけ、北海道のタミーのおすすめお土産紹介します。まずは札幌おかき、おう焼きとうきび。醤油の香ばしい味がたまらないコーンスナックです。絶対みんな大好きだと思うわ。食べ出したら止まりませんよ。次はカルビーのポテトスナック、インカの目覚め。カリッと揚がったポテトフライ、噛むほどに美味しい甘さが口に広がります。甘さの秘密はインカの目覚めという特別な黄色のお芋を使っています。続いて北海道産のつぶつぶのもろこし入りのとうきび餅、トースターで焼いて食べたら美味しかったわ。ついてる甘じょっぱいソースをかけても、コーンスープに入れて食べても美味しかったです。またまたコーン、もちもちとうきび団子、こちらも北海道産の素材でできています。小樽生まれで50年以上愛されている味なんです。袋ごと湯煎で温めても、お皿にのせて電子レンジで温めても、もちもち柔らかで美味しくいただけます。続いて北海道銘菓、よもぎまんじゅう草太郎。まんじゅうの皮は北海道産のよもぎを使っています。緑のきれいな皮の色とよもぎのほろ苦さが美味しいの。あんの甘さも控えめで、ふっくら蒸しまんじゅうです。次は北海道産の酒節を使った酒節せんべい、酒節丸。サーモンの味がしっかり強いので、ビールやお酒にも合いますよ。香ばしい食感はもちろんお茶にも合います。こちらは北海道開拓おかき、しべつ秋鮭と函館イカ。おかきと干した秋鮭とイカが入ってます。人気のスナックで止まらない美味しさよ。ビールにもとっても合っちゃうの。次は焼きこまい。初日に居酒屋で食べて、焼きこまいの美味しさが忘れられず、札幌のローソンで見つけて買っちゃいました。北海道のこまいは本当に美味しいから食べてほしいわ。トースターで温めて食べると最高です。にしん御殿で買ったにしんの甘露煮をおそばにのせてにしんそばを作りました。美味しかったわ。ご飯にのせて丼もグッドでした。こちらは札幌発西山ラーメン塩と味噌、100% 北海道の小麦粉を使って
札幌で作られたラーメンです。こちらはラベンダーポプリ。今回は行かれませんでしたが、札幌にはホロミラベンダーファームがあります。8000株のラベンダーが夏にはきれいに咲くそうです。知り合いからのサプライズギフトでした。こちらは北海道の可愛らしい小さな鳥、シマエナガのぬいぐるみ。こちらが実際のシマエナガ。めちゃくちゃ可愛いでしょ。北海道には可愛らしい動物がたくさん住んでいます。こちらはそんな可愛らしい動物たちの写真がいっぱいのふわもこ365日めくりカレンダー。以上がお土産でした。最後まで動画を見てくださりありがとうございます。次回は北海道旅3日目、そして4日目、札幌と成田です。続きもぜひ見てくださいね。では今日もアローハな一日を。 Have a good day。 チャンネル登録よろしくお願いします。幸せになれる島カウアイの本も絶賛発売中。 Kindle ブックもあります。